買い物をしているそこのあなた、あなたです、あなた、こっち来いよ。シェイクウェイトジープロで私と勝負しませんか。こういう風に持って30秒、うわまたまた行くぞ、おい、勝負や勝負、燃えるぞ燃えるぞ、筋肉が燃えるぞ、脂肪が燃えるぞ、どん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 筋肉がでかくなるぞ、熱くなるぞ、体が燃えてくるぞ、どうだ。250、お前もシェイクウェイトジープロで鍛えろ。シェイクウェイト G のアップグレード版シェイクウェイト G プロがついに登場。ウェイトを回すだけで変化する新搭載のターンウェイトシステムは、ウェイトの振り幅を小さくしたり大きくしたり自在に調節することが可能なんです。振り幅を小さくすれば適度な低い負荷に、振り幅を大きくすればよりハードな高い負荷に、初心者から上級者に至るまで1台で対応できるだけでなく、日々のトレーニングも徐々に負荷を大きくしていくことで効率的なトレーニングが可能に。プロのトレーナーも絶賛、シェイクエイト G プロの特徴は、例えばこのスプリングがこう長くなると動く幅が大きくなるので負荷が高くなるんですね。で逆にこれ狭くなるとスプリングがどん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 縮んでいくと負荷が低くなるっていうような感じになるので、例えばゴムが大きく引っ張った時にパンって離すとその分衝撃が強くなりますよね。で逆にちょっとだけ伸ばしてパンって走ると衝撃はその分弱くなる。つまり衝撃が大きくなる分その負荷に対して体が耐えるっていう必要が出てくるわけですよね。でその分トレーニング効果が高くなるっていうところがポイントになるし、トレーニングっていうのはそもそも、同じ負荷だと効果が出づらくなってくる。同じ刺激をずっと与え続けるっていうことはそれが慣れて日常になってきてしまうんですね。常に違う刺激を与え続けることがトレーニングにとっては必要だっていうことなんですよね。シェイクエイト G プロは常に筋肉に新しい刺激を、画期的だと思います本当に。まあ、自分もウェイトトレーニングとかすごく好きなので毎日やってるんですけど、前に持って振るだけで腕、胸、もうこの背中まで全部すごい刺激が来たので、これ一個あればジム行けない時とかでもこれ一つでどうにか刺激与えられるなと思います。シェイクウェイト G プロすごくおすすめです。シェイクウェイト G プロはすごいですね。パンプに速攻性があるっていうか、もう2分3分やるだけでもうパンパンですからね。これはかなりエクササイズになりますね。まあ、僕ら普段30分とか1時間もじっくりかけてトレーニングするんですけども、これだったらすぐできますね。場所も取らないですし、すごいいい商品ですね。シェイクウェイト G プロすごいおすすめです。シェイクウェイト G のアップグレード版シェイクウェイト G プロがついに登場。ウェイトを回すだけで変化する新搭載のターンウェイトシステムは、ウェイトの振り幅を小さくしたり大きくしたり自在に調節することが可能なんです。振り幅を小さくすれば適度な低い負荷に、振り幅を大きくすればよりハードな高い負荷に、初心者から上級者に至るまで1台で対応できるだけでなく、日々のトレーニングも徐々に負荷を大きくしていくことで効率的なトレーニングが可能に。プロのトレーナーも絶賛、シェイクエイト G プロの特徴は、例えばこのスプリングがこう長くなると動く幅が大きくなるので負荷が高くなるんですね。で逆にこれ狭くなるとスプリングがどん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 縮んでいくと負荷が低くなるっていうような感じになるので、例えばゴムが大きく引っ張った時にパンって離すとその分衝撃が強くなりますよね。
で逆にちょっとだけ伸ばしてパンって走ると衝撃はその分弱くなる。つまり衝撃が大きくなる分、その負荷に対して体が耐えるっていう必要が出てくるわけですよね。でその分トレーニング効果が高くなるっていうところがポイントになるし、トレーニングっていうのはそもそも、同じ負荷だと効果が出づらくなってくる。同じ刺激をずっと与え続けるっていうことは、それが慣れる、日常になってきてしまうんですね。常に違う刺激を与え続けることがトレーニングにとっては必要だっていうことなんですよね。シェイクエイトジープロは常に筋肉に新しい刺激を、画期的だと思います本当に。